はいどうも矢沢です。えー、今回は私の20年以上に及ぶカメラマン人生の中で人から感動したと言われたエピソードについてお話をします。ぜひ最後までご覧ください。 はい改めまして矢沢です、えー、先日、他人を感動させようと思って撮った写真で本当に他人を感動させられるのか。 という動画をアップしましまた今回はその動画の続編になりますのでご覧になっていない方は概要欄からのリンクでまずはそちらをご覧いただければと思うんですけれどもありがたいことに視聴者の皆さんから大変たくさんのコメントもつけていただきましたとても興味深い内容のものが多いので動画と合わせてそちらのコメントもご覧いただければと思うんですけれどもその動画を収録編集している間は 思い出さなかったんですけれどもえふとしたタイミングでそういえば自分も一度だけ人から感動したと言っていただいたことがあるなぁと思い出したので、まあ、急遽この動画を続編として収録している次第なんですけども、まあ、20年やってきて一度しか言われたことがないとてうも随分寂しい限りなんですが、えー、どういうシチュエーションで言われたかと申しますと毎年1月に幕張メッセで開催される東京オートサロンというイベントを通じてのことでした。 東京オートサロンがどんなイベントであるか簡単にご説明しておきますと、まあ、カスタムカーつまり改造車のイベントで幕張、えー、メッセ全館を使って開催される、まあ、車系では日本でトップクラスの展示会です、まあ、よくモーターショーと混同される方が多いんですけれども、えー、モーターショーは世界的なイベントで格式があるのに対しオートサロンは改造車のイベントなので、まあ、やんちゃな方々が集まる、まあ、とてもお祭り色の強いイベントです。 そのためレースクイーンやコンパニオンも大量に投入され、まあ、衣装もセクシーなものが多いことから、まあ、別名コンパニオンの祭典とも呼ばれています。 私はカメラマンと並行してレースクイーンの専門家としても活動してまいりましたので20年以上オートサロンで女の子を撮り続けています遠方のサーキットまで足を運ぶマスコミはほんの一握りですがオートサロンは東京近郊のため大勢のカメラマンがやってきますそのほとんどが女の子個別に声をかけてさっと撮影しているのに対し私は各メーカーさんの広報を正式に通し ししっかり取材のお時間をいただきますその様子をまとめた動画がありますのでご興味のある方は概要欄からご覧ください各ブースごとに広報を通すというやり方は一見効率が悪いように見えますがそうすることによって で目線ありの全身写真が撮れるばかりか女の子の名前もすべてチェックできますでもそれ以上に大事なのはメーカーさんに信用してもらえることです、えー、とても残念なことなんですがオートサロンに限らず、えー、女の子系のイベントになると必ずファンがマスコミのフリをして紛れ込んできますまあ俗に言う偽プレスというやつですねまあその中には盗撮まがいの動画を撮って販売する悪徳業者もいます まあそうやからは当然ですけれどもメーカーさんに取材を申し込むなんていうことはできませんそのためしっかりと名刺を切りこちらの所在を明らかにすることによって信用していただけますしその場はもちろんのこと顔見知りになることで翌年から取材がとても楽になりますそんな段取りを踏みながら1日で130名くらいは撮影します そこで撮影した写真を記事としてオールアバウトという情報ポータルサイトに掲載するんですけどもある年その一連の作業が終わった数日後後輩のカメラマンから電話がありました内容は僕が出入りしている車系の編集部がオートサロンのコンパニオン写真を欲しがっているんですが矢沢さん提供してもらえますというものでした これがよくわからないエロ系の雑誌などでしたらまあ当然お断りなんですけれども、相手が車系の雑誌であることと写真の権利も自分にあるので提供することには何の問題もありません。まあ、報酬は正直負け、まあ、して高いものではありませんでしたが、まあ、データを渡すだけでいくらかにはなるので承諾することにしました。 ただ、データ量がが半端ででではないので受け渡しが厄介です今ほどウェブ上のストレージが便利な時代ではなかったですし、急いでるということもあったので、高額メディアや外付けハードディスクで郵送している時間もありません。幸い、私のスタジオがそこの編集長の帰宅経路沿いにあったので、まあ、直接取りに来ていただくことになりました。 そそししててのの日の夜、編集を直々に撮りにり来ていたた。だきました、えー、玄関先で名刺交換をしほんの数分だけお話をさせていただきましたが、えー、その時に矢沢さんのサイトを拝見したんですがあれだけの人数をしっかり撮影されているのを見て「いや僕感動しちゃってね」とおっしゃっていただきました。 撮影環境がわからない方からすればただ女の子の全身写真が百何十枚並んでいるだけの記事かもしれませんが編集長さんはオートサロンの現場を知っているのでその写真を撮るのがいかに大変なことか、まあ、一見しただけで想像がついたんですね、まあ、つまり写真ではなく私の仕事ぶりに感動してくれたわけです。 でもカメラマンに限らずプロの世界というのはそういうものではないでしょうか、えー、飲食店に行って料理が美味しいのはもちろんですが、えー、それ以上に足を運ぼうと思うのは、えー、そのお店の雰囲気や接客だったりします、えー、実際に売っているもの以外が評価されるということはどの業界でも珍しくありません これは以前実際に目にした光景ですが一時期、私は卓球の生配信の仕事を某携帯キャリアから請け負っていました。 日本全国を回り8大会くらいあったと記憶していますがとある地方に行った時のこと地元のケーブルテレビのクルーがものすごく効率的に仕事をしているのを見て感心した覚えがありますおそらくその会場で何度も生中継をしているのだろうと思いますが、まあ、誰一人無駄な動きがないんです。 チームプレイというのは足し算ではなく掛け算だと私は思っています全員が100点の仕事をしていてもその中に一人0点がいたらその仕事すべてが0点になってしまいます私が関わっていたクルーには0点の人こそいないまでもとても地元ケーブルテレビの連携にはかないませんでした目の前でプロの仕事を見せつけられたようで今でも思い出すと悔しさがこみ上げてきます 今お話ししたことは動画それも生配信という特殊な状況ですけれども先にお話ししたオートサロンでは私がスチル担当このチャンネル準レギュラーの増田君が女の子の名前チェック担当そしてもう1人がムービー担当という住み分けで取材をしています。 サーキットはもっとハードで私が取材交渉兼撮影増田君がレフ宛て兼レースクイーンの名前チェックそしてもう1人のスタッフがアンケート取り兼現場回しという、まあ、全員が1人2役で回していきます、えー、増田君を最初に連れて行った時は全く使えませんでしたがここ数年は良い働きをしてくれるようになりました他のクルーに負けない連携が取れていると今は自負をしています またファッションショーの場合は私がリーダーではなく一カメラマンという役割ですがステージ撮影は待ったなしの現場なので個別撮影とは違った緊張感があります。こちらは撮ったその脇から編集者がデータをパソコンに取り込み数分後には世界配信されるのでまさに1秒を争う現場です。 以前その様子をご覧になっていた他の媒体のカメラマンさんから「手際の良さにいつも感心しています」と SNS を通じてメッセージをいただいたことがありました感動とは異なりますが同じフィールドで仕事をされている方からこのようなお言葉をいただくというのはこの上なく嬉しいものです。 まあ、そんな感じで今回は私が感動したと言っていただいたエピソードについてお話をしました。えー、作品ではなく、えー、仕事ぶりの評価ではありますが、えー、私は写真作家ではなく、えー、一カメラマンですのでそれで良いと思っています。まあ、カメラの腕に覚えのある方は雑誌やウェブの写真だけを見てまあ、こんなの俺でも撮れる。 と思っってらっしゃる方も、ね、中にはいらっしゃるかと思いますが、えー、仕事での撮影現場は時間スペース予算という制約の中で確実に結果を出し続けなけななればなりまません、まあ、それ以前に業界内でそのポジションにたどり着くことがいかに狭きもんなのか。 えもしこの動画をご覧になっている方の中で真剣にプロを目指している方がいらっしゃるようであれば、まあ、そこを大いに想像してみてください、まあ、簡単にこんな写真俺でも撮れるなんて言えなくなると思います。 後半はだいぶ感動から離れてしまいましたけれどもこのチャンネルなぜかこういった、まあ、精神論じゃないんですけれどもこの手の動画が受ける、まあ、カメラ系では非常に珍しいチャンネルですもちろんカメラ機材のレビューや撮影方法のレクチャーなどもしておりますがそればかりではないチャンネルですのでもし気に入っていただけましたら高評価ボタンとこの機会にチャンネル登録をお願いできればと思います あと、細々とですけれども、ツイッターやインスタなど、SNS の方もやっておりますので、よかったら概要欄、一番下から飛んでやってください、フォローしていただけると大変嬉しいです。はい、以上矢でした。